ルドビジアコレクションのクニドスのアプロディーテー。ローマ時代の複製の大理石像。頭部、腕、足、手に持っている服などは、後世の復元クニドスのアプロディーテーは、古代ギリシャの彫刻家アテナイのプラクシテレスの代表作の一つである。そのオリジナルと複製は、ビーナス・プーディカ型とも呼ばれ、右手で陰部を隠しているのが特徴である。ここから派生した型として、 メディチケのヴィーナスやカピトリーノのヴィーナスがある。クニドスで発行された効果のエングレービング。プラクシテレス作のクニドスのアプロディーテ像が描かれている。この像は、どの方向から見ても美しいという点と、初の等身大の女性ら像という点から有名である。女神アプロディーテが、純粋さを回復させる儀式の風呂に入る準備をしているところを描いたもので、 脱いだ服を左手で置こうとし、右手で陰部を隠している。一見するとその右手は奥ゆかしさを表しているように見えるが、実際には裸であることを強調しているに過ぎない。ダイプリニウスによると、プラクシテレスは、コストの市民から、女神、アプロディーテへの像の制作料を受け取った。そこでプラクシテレスは、着衣像と裸像の二つを制作した。 驚いたコストの市民は、裸像の受け取りを拒否し、着衣像だけを購入した。この着衣像は現存せず、そのデザインも伝わっていない。受け取りを拒否された裸像を、クニドスの一部市民が購入し、これを、あらゆる方向から見られるよう屋外の神殿に、設置した。その堂々とした裸のアプロディーテイの大胆さから、クニドスのアプロディーテイ像は、プラクシテレスの最も有名な作品となった。 この像のモデルは、娼婦フルネだという噂もある。この像は、非常に有名になり、複製されるようになった。ある時、女神アプロディーテイ自身がクニドスに現れ、この像を見ると、ああ、プラクシテレスは、どこで、私の裸を見たの、と言ったという逸話まで語られるようになった。この像は、クニドス人の守護神であり、信仰対象となったが、同時に観光名所にもなった。 ビチュニア王にコメデス一世は、この彫像と引き換えに、クニドスの抱える莫大な債務の生産を申し出たが、クニドス人はこれを拒絶した。エローテス十五章によれば、この像があまりにも生き生きとしているため、ある若者が夜中に像と交わろうとして写生したという逸話がある。これは、この像の一方の桃の後ろに汚れのようなものが見えることを説明する伝承である。 コロンナのウェノスバチカン美術館所像のクニドスのアプロディーテの複製の一つ。カウフマンの頭部。クニドスのアプロディーテのオリジナルは現存していない。おそらくコンスタンティノープルに持ち去られ、ニカの乱の混乱で失われた。古代において最も多くの複製が作られた像の一つであり、外観は現存する記述や複製を収集することで大体わかる。1969年。 考古学者、アイリスラブは、オリジナルの像の一部を発見したとし、その破片は現在大英博物館に収められている。ただし、考古学会では、その破片は、クニドスのアプロディーテイのものではないという意見が、支配的である。忠実度は様々だが、以下のような像は、クニドスのアプロディーテイに着想を得たものと言われている。ありがとうございます。